こんな感じで、ここ。ちょうどこのね、リスポーン地のすぐそばに、いや、隠れようかなと思いまして、僕。あ、始まった、始まった。どうも、ヨシオです。ということで、今回もスパルタンクラブやっていきましょう。アマビーズ大学ですね、やっていきましょうか。ということで、今回もね、スパルタンクラブバージョン2ということで、ビーコンありスペシャルのね、クラブやっていこうかなと思います。ということでですね、今回は、こちらね、この、北斎別注を使ってやっていこうかなと。北斎ちょっと久しぶりに使ってみようかなと思って、あと、スペシャルの、あれちょ待ってよ。ごめん。あ、待てよ。ごめん、みんな、逆境強化持ってくるの忘れた。待って、自動的にたまんないで、スペシャル。まあでも、いや、まあいいか。まあいいや。とりあえずちょっと、スペシャル自動化3つ持ってきたんで、とりあえずスペシャルはいっぱい使えると思う。あ、ほんとは今回さ、逆境強化持ってきて、めっちゃ、ウルトラハンコさ、使おうと思ったんだけどさ、いや、ダメじゃん。ダメじゃん。うわぁ、マジか。まあ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 、いいでしょう。うん。いや、でもね、別注シリーズっていうの、これ、ね、北斎別注とかさ、スプラシューター別注とか、いや、僕、黒がめっちゃ好きなんですよ。別注シリーズって武器全部黒が、なんてベースじゃないですか、色、ベースカラーが。めちゃめちゃかっこいいですよね、デザインが、武器。っていう話でした。よっしゃ、始まっていきますだったんだ。そろそろ始まります、やっていきましょう。いや、ちょっと日本語おかしかったさっき。いや、やっていこうぞ。いいよ。あと、ここら辺塗られてないんだね。あ、いいよ。オッケー。いや、でもここのね、結構ね、北斎僕、結構好きで、いや、スプラトゥーン2が発売した時はね、なんか、北斎とかね、エヌザップとかずっと使ってましたね。おっとっと？うわぁ、ちょっと、やばい、うらぁ。オッケー。やった、コトさん倒しました。いいよ。でも、すかさずウルトラハンコを使います。うるるるる、めちゃめちゃ巻き舌になった。これで、これを、いい感じ押して、ふっ。変なとこ、もう、なんか金網みたいなとこ飛んじゃった。あそこ絶対いるはずないのに。でもね、スペシャル増加結構いいね。いや、スペシャル増加結構強いなと思いました、僕。結構ね、溜まるの早いわ、スペシャル増加。いやー、ウルトラハンコね、あんまり使ったことないんで、僕。めちゃめちゃ投げるの下手くそなんですよね。みんな見ててわかると思うけど。でもね、投げるの下手くそだと思っても、サバさん、ウルトラハンコ投げるの下手くそですねっていうコメントで書いたら、速攻でコメント来します。速攻でコメント来ます。はい。よろしくお願いします。いや、待てよ。待てよ。ごめん、ちょっと待って。ごめん。ここにあったさ、なんか置物がめっちゃイカに見えた。マジで。ちょっと待って。幻覚が見えた、今一瞬。イカが倒したすぎて幻覚が見えてました。ここいそうだな、ちょっと。怪しくない？ここ。いやー、全然怪しくなかった。ここ、うおーし、行くぜ！いやー、でもね、ウルトラハンコね、楽しいね。めっちゃ楽しいわ。なんか爽快感があるね。ここで、うわ、引っかかった！だからここ投げてゆく。でも、倒せなかったわ。あ、まあ、残り1分なんだけどさ、インク不足がやばいね。結構北斎って、インク不足なるね。ちょっときつい。だからここで力、ウルトラハンコ使ってく。できるか。ここ一回一周回ってみるか。いけ。いや、いない、全然。全然いないから。うわぁ、マジか、やっと。あ、投げたかった、今の。うわぁ、待って、ウルトラハンコめっちゃ投げたかったんだけど、投げれなかったわ。ここにいそうですね。いなかったでーす。全然見つかんないんだよね。どこいんだろう、みんな、マジで。あれ一人しか見つけない。もういいや。インクがないから使っちゃいます。ウルトラハンコ。いや、こんな感じ使っ、いや、でも待ってよ。全然ね、見つかんないわ。ここは、うらら、飛んでけ！よし。あー、全然ダメだったよ。ま、やばい！終わる！あー、待って。よーし、ということで、答え合わせやっていきましょう。いや、一人しか見つけられなかったら辛いね、ちょっと。いや、ウルトラハンコは多分もう、当分使わないかな。ウルトラハンコは当分使わないかな。僕が見つけた方がね、この上？ここにいた気がするんだよね、この貝殻。まずそっから見ていこうか。うん。はい、ということで、多分ね、ここの方。あいた！あー、やめろ！はい、ということで、あいつね、ここに行かれてんだよ。見てください、これ。一騎打ちです。うるるるるるちょっと、わーい。低評価をされるからやめとこう。はい、で、お次は、こちらですね。もう次やからもう見つけたい人なんで。はい、この、ヒレオくん、あ、待って。いや、ここのさ、あ、待って、強いか、あ、待ってよ。アマビューズ大学久しぶりにやるから忘れてたけどさ、このね、イカちゃんの頭っていうの、これ。イカちゃんの石像があるじゃん。そこの上に隠れてる人いたわ。うわーって、ここね、結構前にめちゃめちゃ隠れる人いたんだけど、今回ここの上忘れてたわ。うわぁ、おろぉ低評価をされるからやめとこう。はい、では次、ここは美味しいさん。こちらの何、ビーコンの木の下かな、木の下に、隠れていたみたいです。いや、木の下って結構なんかなんだろう、いそうなイメージあるからさ、なんか塗るようにしてたんだけど、
なんか今回塗ってなかったっぽいな、ちょっと。いや、今回ね、純粋に、ウルトラハンコを楽しんじゃってたわ。隠れてるやつを見つけるんじゃなくて、ウルトラハンコを使うことが目的になってたので、ちょっとそこは反省かな、今回。うん。そしてお次が、マミチョルルルさん。マミチョルルルさん、合ってるな。名前読みづらいな、マジで。まあ、マミチョルさんで、マミチョルさんここの方にいましたけど、段ボールのね、後ろの方におりましたね。いや、ちょっとね、今回ね、結構ね、なんだろう。ここにいそうランキング、結構上位に入ってる場所にね、みんな隠れてるんだけど、なぜか僕全然倒せなかったんですよね。ここで、ね、しっかりと次ね、僕隠れ切って、視聴者にね、サバさん上手とか。サバさんイケメンっていうね、コメントがね、来るようなプレイを見せてよし、ということで、超ザメ造成で僕が来るまでやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、いやー、ちょっとこのマップね、前回ね、なんか、ちょっとね、リスポーン地点に隠れようとして、なんかチキって、逃げちゃった過去があるんですよ。なので、今回は、リスポーン地点で隠れてもバレないのかということで、ね、もう一回やりたいなと思って、ちょっと、ずっと悔しくて、あ、マジで。結構ね、いや、あのね、こういう、ここら辺にさ、ここら辺さ、ピチョンって塗ってさ、こうやって隠れたらさ、いや、怪しいかな怪しいかな、これ、さすがにちょっと。いや、逆に、ここめっちゃ塗りまくって、ここ。いや、皆さん見てください、これ。もう職人もびっくりのこの、丁寧な塗り。いや、もうここも塗っちゃいましょうか、もう。あは。よし、ということで。いや、いい。なんで、ここら辺ね、こうやってゆっくりちょっと、バレないようにこんな感じで近づいて、こんな感じで、ここ。ちょうどこのね、リスポーン地のすぐそばに、いや、隠れようかなと思いまして、僕。ちょっとやって、一旦じゃあビーコン置く、ビーコン。うん。一応、救済も大事ですからね。うん。救済のために、一応ビーコンもね、いくつか置きましょう。よし。いや、いいんじゃないですか。オッケー、置いて。よし、急げ。で、いや、そろそろ始まる、そろそろ始まる。急ぐぞ。3、2、1。ほら、はい。はい。あ、始まった。いいよ。いや、僕とコトさん2人見つかりました。うーわ、マジで最悪なんだけど。たった今はじめ。はい、ということで、ガンガツヤガンクでやっていこうと思います。いやー、本当に今ね、滑舌悪いと思った自分でも、やっていきましょう。いやー、さっきね、いや、これバカでした、僕が。うん、リスポンチに来れると、死にます。奇跡が起こらない限り、死にます。はい。ということで、いやー、今回ね、もうラストはちゃんと隠れたいと思います。いや、ラストはちゃんと隠れます、マジで。なんか最近、ちょっと、マジで変な感じで動画を終わらせる方法っていうの、変な感じで動画を終わらせすぎて、コメントで、サバさん最近なんかやばいですね、みたいなコメントが来て、いやー、やばいんかなーっていう反省しております、私。まあ、とりあえずいい感じにさ、ビーコン行きましょう、ビーコン。うん。いや、どこにビーコン、いや、もうね、この、どうだろうね。ここ、そう、ここ、あー、待ってー。いや、ここにビーコン置くのいいなと思って、ここにビーコン置くわ。一旦。うん。一旦ってか、ここにビーコン一個置きます。で、あと残り二つどうしようかな、残り二つ。いや、このマップ結構ね、どこにね、なんだ、ビーコン置けばいいのかね、困るんだよね、結構悩むんですよ。まあ、二個目はここに置き、あー待って、うわ、危ない、落ちること危ない。二個目はま、ここに、やばれそうだけど、二個目はここに置きたいと思います。お兄さんのすぐリスポーン地点の近くです。いやー、でもリスポーン地点に隠れるとね、すぐやられるんで、皆さんは気をつけてください。あ、こっちに置くのもいいな、ここ。あ、もうここに置きます、ビーコン。オッケー。で、あとは、さっき僕が行ったくれ場所ね、行きましょう。これ待って、僕ね、ま、記憶がね、終わってて、どこに隠れればいいか忘れちゃった。あ、ここだっけ？いや、ここ。ここに隠れ、ここ。いや、ここだっけ？隠れるところ。待って、ま、いや、ここに隠れたいと思います。よろしくお願いします。いいよ。でもこの場所結構ね、強いんじゃないと思うんですけど、どうでしょうか？始まりました。あ、いい感じ。いや、ビーコンバラバラに隠れてんなと思ったけど、結構ここ4つも、なんか固まってんのよ、ビーコンが。いや、これちょっとね、あ、待って、マミチョルさんが飛びました、僕の近くに。あそこですね。あ、いる。あっちにいたわ。で、いや、結構ね、ゾノさんがちょっとやばい気がするんだけど、でもいい感じになんか見つかってないっぽいんで、おめでとうって言っときます。あ、雨降らし来てるわ。やばい、雨降らしが。あ、お兄さん、雨降らし使ってんのが怖いな。いや、しかもプライムだし。プライムシューター結構ね、すぐ倒されちゃうんで、怖いんですよ。射程めちゃめちゃ長いんで。待って、こっち撃ってくんね、マジで。その射程で撃ってくんな、マジで、こっちに。頼むぞ。あ、いい感じ、いい感じ。いいよ、いいよ。待って、こっち来る？いや、こっち来る、もしかして。いや、そんなことはないよな。うん。大丈夫、オッケー。ずっとさ、ここら辺塗ってんの。鬼さん、ずっとここら辺、いや、こっち来るんじゃないの、これ。怖いな。こっち来そう。あ、待って、やばいよ。雨降らし使った。なんでここで雨降らし使った？怖いぞ。うわー、ちょっとビーコンめっちゃ、いや、怖い。
じゃ、もう、来た瞬間、こっち撃ってきた瞬間、すぐ飛びましょう。いいよ、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 いいよ。集中して、集中。撃ってきた瞬間飛ぶ。撃ってきた瞬間飛ぶ。オッケー。お兄さん、結構塗りが細かいな。怖い。いやこれ、撃ってくんねん、上。どうした、どうした、どうした、どうした。どうした悩んでるのか、お兄さん。お兄さん悩んでるのかい、君。アマメチュルさんが、アマメチュル飛んでた。あ、ちょっと、あの、お兄さん、そして、B コイン飛んでったマムチュルさんの方に、行きました。よかったー、ありがとう、マムチュルさん。僕の代わりに死んでくれージョナさんも飛んだぞ。もう結構 B コイン残ってんだよね。いいねいいね。お兄さんの挙動がちょっと不安だよ。なんか途中止まったりとかしてて、ちょっと、なんか、悩みでもあるんですかね、人生の悩みとかあるんですかねって思ったんだけど。待って、こっちに向かって投げてきたアメフラシック、やばいぞ、怖い。アメフラシ結構強いからね。いやでも、あ、いい感じ。範囲には入ってない、アメフラシの。また来た、お兄さん。やべえ、やべえ、やべえ。あ、待って、こっちで持ってくんじゃないか、こいつ。こっち来んねよ、マジで。いいよ。あ、いいよ。こっち来た瞬間、もう終わり。あ。あ、オッケー、オッケー、オッケー。どっか行った、どっか行った。いいよ、いいよ、いいよ。あと残り10秒です。いいね。これ今回みんな、あ、みんな生きてるじゃん。いいよ、いいよ。4、3、いい。いいね。1、よっ一番早く拍手したら勝ちみたいな。やりますよ。いきますよ、皆さん。いや、何の動画これ。いや、ということで、今回もソルダンクラブやってみたわけなんですけども、いやー、ていうかね、2試合目の、鬼の近くにね、鬼のリスポーン地点に隠れるのは、ちょっと、奇跡でも起きない限り見つかるので、皆さんは、やらないようにしましょう。いや、でもちょっと次ね、リベンジしたいわ。はい。ということで、もしご興味ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ツイッターの方でね、スプラトゥーンクライムを、参加者募集でよかったら、ツイッターの方フォローして、スプラトゥーンクライムにね、応募してくれると嬉しいです。ということで、また見てください。それでは。